1929年5月9日の日食は、1929年5月9日に観測された日食である。オランダ領東、インド、イギリス領マレー連合州、シャム、フランス領インドシナ、ナンサ諸島、アメリカ領フィリピン、南洋町で、回帰日食が観測され、アフリカ南東部、アジア南東部及び以上の地域の周辺の一部で、部分日食が観測された。 海気体が通過した海気日食が見えた地域は、オランダ領東インド北西部のスマトラ北西部、イギリス領マレー連合州北端、シャム南部、フランス領インドシナ南部、南サ諸島、アメリカ領フィリピン、南洋町だった。また、海気日食が見えなくても部分日食が見えた地域は、南部アフリカのほとんど、中部アフリカ南東部、東アフリカ中南部、南アジア中東部、 中国中南部、朝鮮半島のほとんど、日本中南部、東南アジア、オーストラリア中北部、ミクロネシア中西部、メラネシア中西部だった。イギリスとドイツの科学者が結成した観測隊は、シャム南部のパッターニー県で、怪奇日食を観測した。シャム国王ラーマ7世と王妃、ラムパイパニーもパッターニー県で、外国科学者が設置した観測キャンプを見学し、 一緒に観測した。これは今までシャムが迎えた最後の大規模な日食観測隊だった。その後の1955年6月20日的アメリカ隊を含む観測隊は規模がずっと小さかった。ありがとうございます。